どうもこんにちは、白霊霊夢です。琴の葉葵です。錦戸陽介です。加藤大輔です。みんな、阪急電車、神戸線のかつては山陽線の須磨浦公園まで乗り入れてたのは知っている？ええ、そうだったんですか。私は知りませんでした。俺も知らないな。僕も霊夢さんの話で初めて知りました。実は阪急神戸線のかつては梅田、須磨浦公園間で運行していて、山陽線内の一部の区間では乗り入れたの。昔はそういうことがあったんですね。しかし今は新開地までの運行だろう。本当にあったのか。本当よ。昔の阪急電車は山陽線の須磨浦公園まで乗り入れたわ。しかも山陽電車は阪急六甲まで乗り入れてたらしいよ。ちょっとこれは分かりやすく解説した方がいいな。霊夢さん、分かりやすく解説をお願いします。わかったわ、わかりやすく解説するからしっかりついてきてね。まず、阪急電鉄と山陽電車が乗り入れたのは1968年、神戸高速鉄道の開業に伴い、阪急、山陽の相互乗り入れが開始しました。同時に、阪神電車にも山陽電車との相互乗り入れを開始しました。ちなみに、神戸高速鉄道は神戸市街地に乗り入れている鉄道会社の鉄道施設を所有する阪急阪神ホールディングスグループの鉄道事業者です。高鉄の歴史的経緯から神戸市も出資する第三セクターでもあります。つまりその第三セクターの路線をつながったことから乗り入れを開始したってことだな。まあそういうことになるのよ。ちなみに山陽電車は何両まで運転できる？6両まで運転できます。その通り、山陽線内は6両編成までとなります。じゃあ、阪急電車も6両化で運転されてたんですか？そうね。正直私も知らないけど、その当時も途中の駅で切り離し作業もあったかもしれないわ。当時、阪急電車が須磨浦公園まで乗り入れの停車駅は私たちもわかりませんでした。なんだか昔に戻りたいって感じです。先ほどもお伝えした、逆に山陽電車から阪急六甲まで乗り入れもあったそうです。うむ、昔と今は違うようだな。山陽電車も阪急線内に乗り入れるとは。そして1998年のダイヤ改正後について、この当時のダイヤ改正では阪神大阪梅田、山陽姫路間を直通する直通特急が運行を開始しました。これに伴い阪急電車が山陽線の乗り入れが廃止され、新開地までの運行となりました。また山陽電車が阪急六甲までの乗り入れが廃止され、三宮までの運行となりました。このことにより阪急電車は終日8両化の運転が開始となったんです。つまり今に至るってところだな。じゃあ山陽線の乗り入れが廃止となった阪急電車は乗り換える必要になってきますね。そうですね。今は知らない人が結構いますし、阪急電車が山陽線の乗り入れが廃止となったのは残念です。ここからは余談として、須磨浦山上遊園では神戸市の街や海などの景色を見ることができるわ。そうなんですか。その須磨浦山上遊園って展望エリアのところですよね。そう、ロープウェイとカーレーターに乗って神戸の街と海を展望することができ、もちろん明石海峡大橋を見ることができるよ。これは夜で行ったら夜景が見れますよね。そうですよね。加藤君、絶対にロマンチックになるはずですよ。ちなみにだが、展望以外の施設があるのか？あるわよ。サイクルモノレールやちびっこ広場など遊ぶ施設が充実しています。また施設内は飲食店もあるし、植物エリアでは季節限定の植物を見ることができるわよ。つまり4月は桜、10月はコスモスなど季節限定の花や植物があるんですね。まあもっと知りたい人は須磨浦山上遊園へ行ってみよう。須磨浦公園駅が最寄り駅です。今回はここまで。阪急電車はかつて須磨浦公園駅まで乗り入れたのはどうだったかしら？大体分かってきたな。昔の阪急電車は須磨浦公園駅まで乗り入れるとは、これは勉強になってきたよ。ですよね。昔のことはよく分かりませんが、昔はそういうことがあったんですね。私もそう思います。昔は今とは違って運行形式が違うんですよね。
今後も運行形式が変わるかもしれないが、阪急電鉄と山陽電車の情報は期待した方がいいわよ。じゃあ次のダイヤ改正はどうなるんだろう。情報が入るまで期待します。以上、阪急電車が山陽の須磨浦公園駅までの乗り入れについてでした。次回の動画もゆっくりしていってね。